はい、ということで、オートサロン2024にやってまいりました。今回は、3日目なんですけれども、まあ、1日と2日目は、元側アップされておりますので、今回は、まあ、キャンギャルさんにちょっと絡んでいけるなら絡んでいこうかなと思ってます。YouTube チャンネル1、2を争うぐらい、コンパニオンと知り合いがいてるチャンネルだと思うので、まあ、なるべく絡めるところと絡めないところもあると思うんですけども、絡めるところは絡んでいきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、おはようございます。おはようございます。ブース紹介と自分の紹介してください。はい、マリナハンこと藤森マリナです。はい、皆さんご存知、大阪から来てます。はい、今日のブースはですね、イフーさん、イフーさんって言って、こういうハイエースとかを、はい、もう中をカスタムして、そのしたものを売ってます。なるほど。パーツじゃなくてもうこの車ごと売ってます。あ、そうなの。そう、なんかキャンプのブームがあるから、こうやって車中泊とかできるようにっていうので、なんかこれサウナっぽいねって言われるけど、そう、そう、どの車もね、なんか2段ベッドになってたり、こう車中泊をちょっと今押してる、そんな感じです。なんかウッド系やとなんか見やすそうですね。ね、めっちゃ温かみない？うん、いいよね。この車がやっぱりみんな一番見てくれます。ですよね、人気。僕あのジムに乗ってて、たまに車中泊することあるんですけど。そうなんだ。なんかその天井とか内装がそのままなんで、うん、あとこういうウッドな系のが寝やすいかもしれない。だいぶ居心地いいと思う。変わるよね、絶対。うん、ね、いいと思います。おすすめでございます。はい、でありがとうございました。ありがとうございます。マリナちゃんでした。でした。ウェイ、一緒に映っとこう。おー、すごい、めっちゃ広角。そうですね、この状態でこうやって撮ってるんですよ。え、すごい。あ、だからめっちゃ映ってんの。そうそうそう、さすが。イエー、ありがとうございます。こんなに映ってる。そうそう、広く見える。ズームもできますけどね。すごい、ズームいらない。ズームいらない。ありがとう、ありがとう。はい、この2段ベッドでバッテリーをここに収納できるのはいいね。縦にね、空間使えるのは素晴らしいです。白のハイエースです。あ、こう割と、まあ、一応ボコボコはしてますけど、結構フラットになりますね。はい、後ろ姿のマリナハンです。はい、ギブソンからのご紹介です。はい、まずは中ホール4にブースを構えております。はい、こちらの車両がエブリィの SS です。こちらがフロントがまるっと交換することで、この可愛いお顔が出来上がります。はい、そしてこちらが お姉さんも可愛いお顔です。ありがとうございます。こちらがハイエースです、はい。これが自社製造のエアロパーツになっております。はい、そしてギブソンの目玉商品の人気商品ですね、はい、2ピースのホイールとなっております。ギブソンのイメージカラーである赤が内装で、赤ですね、全て、はい、赤になってます。はい、そしてこちらが今回の目玉商品になってます、ギブソンさんのキャンピングキットでございます。こちらです。こっちがベッドキット、はい、でこちらがベッドキット上に上げるとキッチンスペースがございます。なるほど。はい、でこれを倒してもらうと2人ぐらい寝ることができます。はい、なるほど。そしてこれを設置することで8ナンバーのキャンバー登録をすることができます。ほいほい、はい、なるほど。車検とかもね、ちょっと安くなりますね。そうですね。はい、でこちらも全て内装が赤になっております。はい、なんか赤と黒でなんか高級感がある感じ でかっこよく仕上がってます。いいね、革なので、はい、結構触り心地も良くなってます。はい、はい、ありがとうございます。お姉さんはモデルとかやってるんですか？はい、スーパー耐久と全日本ロードと鈴鹿8体と
すべてで8カテゴリーぐらいのレスクインをさせていただいてます。あの自己紹介してもらっていいですか。はい、金由衣こと金見由衣と申します。普段会社員をやりながらレースクイーンをさせていただいております。はい、自分のモータースポーツラジオの番組も FM でやらせてもらってるので、すごい、ぜひあの SNS とフォローしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、サーヤサーヤです。はい、オーリンズブースの朝倉サーヤです。はい、こういったね、スプリングとかをね、作ってる会社です。そうです、オーリンズブースでは食アブソーバーをこのように展示しております。はい、はい、まあ、今日最終日なんですけど、はい、まあ、あのどっかのタイミングで皆さん来てあげてください。はい、ぜひオーリンズブース遊びに来てください。あの今年活躍した車両も4台展示しているので、はい、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、ブース名お願いします。エンパイア自動車スパルコブースのマサチネネコです。はい、セナヒノムです。はい、ここは何を取り扱ってますか。はい、こちら自動車の、シート。はい、すごいところから喋ってそう、あとそこからそして次そちらです。はい、降りていただきます。はい、降りてます。降りるシーン、こちらへ。はい、このここでは、はい、レースの装備品入りたがり、はい、ちょっと他のお客さんがいてるのでね。そうですよね。はい、あのちょっと映せないですけど、頑張れ。はい、ほんでジムニーシエラなんです。はい、ジムニーシエラです。はい、さっき聞きましたけど、この IPF さんのジムニーらしいですね。はい、ちょっと中も、はい、シートがかっこいいですね。やっぱりそうですね、はい、スパルコさんのシートです。はい、でちょっとね、前にこういう出てる部分があるから、この、ま、守られてる感があって。確かに。で、はい、あのちょっと待ってね、座ってみてもいいですか。はい、あ、そう、保安基準モデル、ひなのさんが、はい、ひなのさんが見せてくれます。はい動きもんはひなのちゃん担当で、はいはいはい、今あの、はい、装備品が空いてるのでちょっと行きましょう。いいですか。はい、どうぞ。はい、こういうヘルメットとか靴とかね、シューズ、手袋、ウェアなどがあります。はい、こんな感じで展示してあります。はいはい、ラストは、ラストはどうぞ。はい、はい、これはゲーミングチェアですね。どうぞ。はい、さすがです。はい、美しい。よくあの配信者がこういうので座ってますね。そうですね、よく見ますね。はい、これなんか聞いたところに置くとカスタムができるらしいです。あ、そうなんで、こういう文字をですか。はい、文字とかかな、これなのかな。はい、こんな感じです。はい、
2人で座ります。じゃあ最後、じゃあ喜んで、あ、じゃあこれこれ私これこれ以上スパルコブースでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ブース名紹介お願いします。はい、バレンティジャパンブースです。はい、自己紹介お願いします。はい、岐阜県出身、寺地みのりです。はい、今回の目玉は何でしょうか。はい、今回の目玉は東京オートサロンで初出品された、ハイエース専用のホイールです。お、すごいかっこいいですよね。かっこいいですね。なんかこのタイヤとかは、はい、このバレンティのロゴが入って、はい、ホワイトなんとか、ホワイトレターですね。ホワイトレター、はい、ホワイトレターです。はい、はい、これもこれディスプレイがね、こう回転してくるくる回ってね、すごいね、クールな感じでかっこいいですね、はい、こんな感じになるよみたいなね。はい、はい、あとここにのね、あの、あ、これはあの前にももうお披露目はしてるみたいですけど、はい、そうですよね、はい、見たことある、はい、割とな、あのライト関係作ってるイメージはちょっと強いんですけど、はいはい、そうですね、今回このハイエースのタイヤホイールが初お披露目ということで、はい、初お披露目、はい、皆さんぜひ見に来てください、はい、まあ、今日最終日なんですけどね、はい、最終日、まあ、どっかのタイミングで、はい、また見ていただければと思います、はい、皆さん遊びに来てください。はい、ありがとうございました。はい、ブース名お願いします。 MLJ ブースです。はい、自己紹介お願いします。松久直です。よろしくお願いします。お願いします。では、ここのブースは特に何を扱ってますか。あ、この車のホイールです。はい、ホイールですね。はい、ちょっと中に入っていきましょうか。はい、レッツゴー、レッツゴー、行きましょう。はい、こっちかな。はい、テクテク、こちらを、すみません、まず左手に見えますのがこちら、一緒に行きますか。はい、はい、こちらに見えますのが、はい、これがあれですね、オリジナルで作ってる。そうです、オリジナルのホイールです。はい、で、右手に見えますのが、右手に見えますのがこちらですね。めっちゃ並んでますけど、これがアメリカから輸入してるホイールだそうです、はい、そうです、はい、で、こちらに、はい、その中でも、その中でもこちらの4列、はい、ここから4つですね。はい、がどこで展示されたものですか。セマショーです。あ、そうですセマショーです。はい、セマショーはアメリカのね、要はオートサロンのアメリカバージョンみたいな、要は世界で一番でっかい車のショーです、はいはい、で、ここのタイヤを装着させたのがこれです。キラ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 、はい、で、これ装着させて展示させてるのが世界初らしいですよ。今見てるのは世界初の映像です、はい、世界初で、反対側はちょっと色違いがあるので見てみましょうか。見てみましょう。レッツゴー、レッツゴー、はい、こっちは黒で、黒バージョンですね、はい、色が違う、はい、ちょっと向こう戻りましょうか、はい、こっちの方が明るいんで明るいところに、はい、はい、というわけで、はいはい、まあ、今回最終日ですけれども、また何かの機会があるとき、はい、よろしくお願いします、はい、立ち寄ってみてください。待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。The world is waiting up. The world is
はい、ブース名教えてください。はい、ジェットシティブースです。はい、はい、お名前教えてください。はい、名前は可愛いと綺麗とセクシーの融合体、アイリハンこと吉村愛理です。はい、アイリハンです。はい、ありがとうございます。アイリハンは僕がモデル、大阪でモデルやってた時の知り合いで、そう、今なんか慣れ慣れしくせん方がいいかなと思ってちょっと距離感を置いて喋ったけど、はい、こんな感じです。はい、慣れ慣れしくて大丈夫です。はい、ジェットシティさんは、まあ、結構カスタムとかやってるね。そう、アメ車の感じで、はい、リアと、はい、ね、後ろのマフラーが超かっこいい。はい、後で撮っとって、はい、マフラーちょっといっていい？あ、いっていいよ。え、見てほしい、見てほしい。こんな感じで、はいはい、超かっこいい。すごいかっこいいっすね。そう、いいっしょ、いいっしょ。はい、おすすめ、おすすめっていうか、はい、もう超かっこいいポイント、はい、で今回もうちょっと最終日なんですけど、はい、どんなことやってるかみたいなのも教えてください。ブースでは、はい、ガラポンと物販をやってて、はい、なんかアメリカから輸入した雑貨とかこういういろんなのを入れてたりとか、はい、ガラポンはあの外れなしのくじ、まあ、はい、あの絶対定価割れませんみたいなので、しかも1等は15万円相当のラジコンっていう、はい、あの超豪華券。ちょっと待ってね、はい、こんな感じの、ね、超かっこいいやつ、バウンバウンってなるやつ、ね、ポッピングするやつ、ね、そうを今回目玉の1等賞として持ってきてます。まだ出てません。はい、これさ、あのクロスファイブの時に誰か動かしてたと思う。そう、絶対そう。いやね、僕撮ってたもん、これ。撮った？撮った。そう、これあの同じやつじゃないよ、新しいやつをお渡しするけど、はいはい、こちらの商品が当たります。はい、はい、欲しい、これ買って、あの、そう、これガラポンでもやってるけど、はい、販売も一応してます。はい、してるようです。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。アイリハンでした。アイリでジェットシティでした。ジェットシティです。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい、ブース名お願いします。ではバルドです。はい、自己紹介をお願いします。夏見はるかと申します。はい、はじめましてではないですけどね。はじめましてではないです、はい、2回目まして、ね、2度目ましてですね。はい、はい、ではここの、目玉商品教えてください。はい、こちらです。じゃん、今回のブースで初お披露目のあのタイヤです。はい、結構かっこいいですね。かっこいい感じですね。しかもなんか、はい、あの先ほど聞きましたら、やっぱ高級感を大事にしてるということで、はい、そうですね、もう見るからに、まあね、見るからにこう高級なメタリックな感じが、ね、キラキラと、はい、一応右の方の車も、はい、これは2度目のお披露目。はい、そうですね、こちらも2度目のお披露目になります、はい、大阪の忘れた、はい、あのどっかで、紹介されてたようです。なるほどなるほど、はいはい、モビリティショーかモーターサイクルショーに出てんのかな、なんか多分それらしきこと言ってました。はい、なるほど、勉強になります、はい、ちょっとあの明るいところ、正面の方のタイヤも、はい、こっちの方がさ、ね、キラキラ感、キラキラ感があってる、はい、はい、いいですね、はい、まあ、割とあのタイヤじゃないホイールを作ってるところなので、まあ、結構有名なところなので皆さんも知ってるかと思いますけれども、そうですよね、はい、もちろんですよ。こんな感じで、はい、今回3人の女の子が来ております。はい、はい、出ます。そのうち一番面識がある子をセレクトしました、はい、イエーイイエーイ、はい、ではまたまあ、今日は最終日なんで来てくださいが言えないんですけども、はい、なんかどっかのタイミングでまた来てくれたらと。だったら多分オートメッセが大阪であるので、あ、そうですね、出展されるそうなんで、ぜひ皆さんお越しください、はい、来てみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい、ブース名を教えてください。こちらベレーノというブースでございます。はい、自己紹介お願いします。はい、
私、この3日間ここのブースでアシスタントさせていただいている浅野キラと言います。はい、お願いします。普段は普段は、タレントとかモデルとか、はい、女優を目指して活動していく最近入った新人です。あ、そうなんですか。はい、今日だからアシスタントだからコンパニオンの格好じゃないっていうね。そうなんですよ。ここのブースのベレーヌのシャツを着させてもらってます。すごい可愛くて質感もめっちゃいいんですよ。そうなんですか。いいシャツです。ちょっと触りたいけどやめときます。はい、では目玉商品教えてください。はい、ごめんなさい。こちらの目玉商品はゼログレアといって、はい、こちら眩しさゼロ、はい、無駄な光ゼロ、はい、迷惑ゼロを目指して作られた、はい、とっても明るいヘッドライトになってます、はい、ヘッドライトがね下向きになってるからね、はい、その対向車とかにねこんな感じで下しか光が来ない感じ。そうそうそう、腰あたりまでしかね光がいってない。そうなんですよ。なんで眩しくないです。はい、で種類が こっちは純正なんで、はい、こっちとこっちね、ゼログレアのホワイトの光とイエローの光があります。あとそれの切り替えタイプがあるっていう、はい、切り替えタイプも存在してます。はい、これ実際ちょっとこれを傾けてみますので、どれぐらい傾けても光が顔に来ないんで全然眩しくないです。ここまで傾けてんのにまだ胸上あたり、はい、ここら辺しかいかないというね。はい、すごいですね。すごいです。なんか最近最近というか結構前から対向車めっちゃ眩しいなっていうのを思いますよね。経験あるでしょう。あります、あります。僕あのせいで日本人目悪するんちゃうかなと思ってたんですけど。みんなの視力が下がっていくんですね。そうそう、あれね。だって歩行者でもめっちゃ眩しいしね。いや、そうですよね。そう、だからってなります。それをちょっと思ってたので素晴らしいですね。これが出してくれるのはすごいいい製品なんで、はい、ぜひぜひ、はい、うちに他にも特許を取得してる、はい、ヘッドライトとかもあったりするので、はい、気になる方はぜひベレーノでお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにここにいてたコンパニオンの方たち、はい、何人か知り合いてます。あ、そうなんですね、はい、私その事務所の後輩です。あ、そうなんですね。はい、しかもその子たちに喋ってもらうんじゃなくて私に。そう、せっかくのチャンスなんで。あ、本当にありがとうございます。見つけていただいてありがとうございます、はい、オートメッセの方は来られるんですか。オートメッセの方まだわからないですね。これからこういうお仕事もコンパニオンの方々のお仕事もするかもしれないですし、はい、いろんなお仕事を経験していくつもりではあります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ブース名教えてください。ヘキサエドです。はい、自己紹介もお願いします。シロと申します。シロさん、はい、はい、僕もシロです。同じですね。同じです。はい、今回の目玉商品は何でしょうか。この後ろにあるトンネル状の LED になってるんですけども、はい、今、まあ、ディスプレイみたいに使ってるんですけど、特に特徴なのは、はい、このこれボンネット用意してあって、はい、へこみがいくつかついてると思うんですけど。見えますね。そうですね、こういうのが見えやすいのが特徴なので、はい、特に企業さんにおすすめですよっていうような形で。なるほど、してます。修理工場とかね。はい、そうですね、はい、あともう一個、もう一個この定番というか有名なのがこの六角形の LED なんですけど、はいはい、まあ、たまに車のガレージとかコーティング屋さんとかで私はよく見ます、はい、シンプルに車が綺麗です ね。なんか僕カメラマンやってるからこういう照明はときめきますわ。私も好きです。はい、なんかあれね、 AMV とかにもね使えそうな。あ、絶対使えると思いますし、スタジオとかにもね映えそうですよね。ね、こういうねライトが売ってるということでね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ブース名お願いします。はい、成功産業です。はい、いつもお世話になっております。なってます。はい、自己紹介お願いします。はい、カホと申します。はい、はるかです。はい、去年もはるかさんは取りましたね。はい、ではちょっと商品の説明を
本来ならば、やってもらうんですけれども、逆に僕の方がよく分かっているということで、説明したいんですけど、今ちょっと中にお客さんがいているので裏から行きましょう。はい、はい、後ろ行ってください。後ろね。はい、ここにいくつかの成功産業さんの商品があるんですけれども、まずは、ラゲッジマットっていう下のやつね。はい、これはね、かなり滑り止め効いてくれるんですよ。もともとジムにいてそれなかったら結構滑りやすい素材なんですよ。そこの下の素材が、だからそれがないと、ほんまに車運転中に荷物がもうガンガン動くんで、すごいこれが助かってます。でちょっとその上に食パンあるじゃないですか。はい、でそれにジムニーのね、かわいい刻印って言っていいかあれなんですけど、あれ何でしたっけ、ギュッてやるやつ、名前、そうも売ってます。ぽいよね。え、本物な、本物の、え、本物のは本物ですよ。すごい、本物のパンです。本物のパンだ。食べれで、あとは上にネットね、これね、めっちゃいいよね、はい、ネット、あれいい、そこのサイドバーもそうなんですよ、ネットについてる、すごい、はい、で、あとはそのヘッドレストのホルダー、んー、これね、お、それか、ちょっと暗いですけど、で、あとそのテーブル、これ、はい、だいたい全部商品提供してもらってます。違う、あ、そうそう、あ、これは ね持ってないんですけど、そうだ、はい、運転席行きましょう。はい、こっち側から、開けて、これ乗るんと OK？ はい、あ、じゃあどっちか乗ってください。免許を取ったばっかりな、あ、そうなの、こちらが乗りますはい、まずはドリンクホルダーです。はい、はい、スマホつけられるのに、すごい、そうそう、で元々ジムニーってこうドリンクホルダー、このこっちのやつがないのね、あの中央の方はあるんですけども、はい、もうスマホケースめっちゃ高そうね。ここに本来ならドリンクホルダーがどこだ、これか、ここかな、あ、こっち、そっちかな、はい、結構遠目立ってる、はい、で一番売れてるのがこのダッシュボードのこの上につける、めっちゃ便利です、はい、めっちゃいい、欲しいもん、なんか小物入れかつ、スマホの充電もできる、すごい、はい、ワイヤレスで充電できるタイプ と、 すごい、充電できないタイプの2つあるらしくて、で僕はそのワイヤレスで充電できるタイプをいただいております。駐車券なくさなくていい、これいい、ね、めっちゃいい、ここね、旅行先でなくしたことがあるそうそう、ここカードさせるんですよ、すごい、はい、あとすかさずここのキーのね、周りのこれ名前なんていうかちょっと忘れましたけど、これね、へえ、この周りのやつ、ほんま何もなかったらこの状態なんで、持って、ほんま何もなかったらこの状態、はい、はい、へー、はい、はい、あ、滑り止め、うん、シリコンかなんかですね、はい、なくさないさそう、はい、なんかアーミー感が出ていいですね、鍵っぽくない、はい、とりあえずはそんなもんだと思います。あと、あれも、あ、そうそう、このライト、そう、光るやつ、ここのこれか、で、あと地味にここ、ほんまジムにここ何もないから入れたらストーンとそのまま落ちるんですよ、はい、そこも実は開くんです。で、ちなみになんですけど、ここにコイン挟めるんですよ、ここやったかな、ここにコイン挟めるんです、すごい、駐車場代払える、そう、はい、そんな感じでございます。はい、すごい着眼点がいい、うん、はい、では以上成功産業さんでした。はい、はい、買ってください。はい、オートメッセの方は来るのかな、知らないですか、オートメッセ来るのか、来ないです、来ないです、私たちはいないです、了解です、いや、ありがとう、1年後会いに来てください、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。
はい、ブース名を教えてください。はい、こんにちは、ジーゾックスです。はい、自己紹介お願いします。はい、自己紹介、はじめまして、七重奈々です。今年はスーパーダイキ H&M レーシングと、ファイティングネクサスラウンドガール、新日本キックボクシング協会ラウンドガールと、あと今年決まったのが、ウィズミー壮行会のレースクイーンの決まりました。ぜひお願いします。はい、はい、では、ここの、目玉を教えてください。はい、こちらはコーティング会社でございまして、プロセコーのガラスコーティングでございます。はい。はい、そのガラスコーティングをすることによってね、ホコリをつきにくかったり、そうですね、水はじきとかね、はい、ツヤ感と、ツヤ感がね、出る、あのツヤが見えるように綺麗になったための車の使用できる満足感を得られるような演出となっております。はい、はい、素晴らしい。はい、ぜひ。はい、車はランクルでございます。はい、ぜひまた来年も遊びに来てください。あ、そうですね、ぜひ来年も、はい、アウトサロンぜひ決めるので遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。はい、ブース名お願いします。イスズ A&S ブースです。はい、自己紹介お願いします。はい、カイカイこと村上カエルです。はい、今回のメインは何ですか。はい、私がご紹介するのはこちらのエルフミオというトラックなんですけど、はい、こちら、はい、イスズ A&S ブースではイスズさんのトラックをカスタマイズする会社に、カスタマイズした会社になります。で、今回こちらがミオのトラックになるんですけど、はい、こちらはですね、働く運ぶ以外のトラックの新しい使い方を提案しています。はい、遊ぶでございますね。はい、すごいですね。 3.5 トントラックなんで普通免許でも、はい、普通免許でも運転していただけます。はい、できるようなので、一回ちょっと運転席も行きましょうか。はい、乗ってもらって大丈夫です。乗ります。はい、気をつけて。はい、尻尾があるんで。はいはい、はい、乗りました。中のこのカラーリングがね、外と可愛いですよ ね、一緒に黄色になってます。で、すごい可愛い。ポイントがあるんですけど、はい、ポイントはこのシートですね。アウトドアに、まだちょっと後で後ろ行くんですけど、はい、アウトドアでキャンプなど行った時にこの汚れても大丈夫なようにシートを敷いてます。これで丸洗いができるので、外していただいたら、なるほど、これもアウトドアっぽいかなって思いますね。はい、隣もね、はい、いいですね。うん、可愛い。トラック初めて乗りました。大きい、なんか高い。え、高いです。あ、そう、トラックなんでね。そう、あの視点が高いんでね。視点が高いです。運転はしやすいと思います。だから、はい、運免許持ってないんで分かんないですけど。持ってない。はい。使わず、はい、ここもカラーリング入れてるしね。確かに、はい、綺麗な黄色です。ちょっと後ろ行ってみましょうか。はい、後ろ行きます。はい、はい、もうキャンプ仕様に、キャンプ仕様です。天体観測ができるっていうね。天体観測ができます。、はい、ここに座って、ちょっと座ったんですけど、はい、角度が結構難しいですね。このここに座ってこれを見ようと思うと。そうですね。はい、もうちょっと高くする必要もあると思いますけれども、結構こうやって覗かなきゃいけないんです。はい、なんかこのテント自体がなんか2メートルくらいあるらしいので、はい、前の方でまあ横になることもできて、さらにこの後ろの部分で遊べるみたいな。確かにそうですね。結構大きいですよね。ね、大きいですもんね。大人2人くらいだったら余裕で寝れると思います。はい、ギツギツで 3,4 人くらいはいけます。はい、なんかここ開けていいって聞いたんで、はい、ちょっと開けさせてもらいましょうか。開けますか。ちょっと私開けれないんで、はい、開けても大丈夫ですか。はい、こんな感じでね、延長ができます。まあ、あんまここにある乗らん方がいいと思うけど。そうなんですか。いや、大丈夫だと思うねんけど、はい、言うてこれで繋がってるだけやから。あ、確かに。まあ、でも丈夫ですけどね。私がさっき乗り降りするときは乗っかっちゃってました。まあ、これはまだ はい、実際に販売されていなくて、はい、展示されているだけなので、実際にこうなるかはちょっと分かりません。そうです。はい、今年の夏に発売する予定らしいです。あ、そうなんですか。はい、聞きました。お、実際にこれをですか。実際にこうやるらしいですね。あ、これなんかスノーコみたいな感じのやつもあるんですね。はい、
これも黄色ね。そうですね。やっぱウッド系があるとなんか落ち着きますね。確かに、なんかこうパッと見たらトラックっぽくはないですよ ね。全然トラックだと思わない。はい、はい、以上でございます。以上でございます。はい、はい、またミオの魅力、はい、お伝えできたでしょうか。はい、出してると思います。はい、お願いします。はい、ちなみにモチーフは狼らしいです。あ、らしいんですけど、さっき変わりました。変わりました。狐らしいです。なんて、狐らしいです。狐らしい。はい、これはなんか、あ、まあいいや、これは狐です。はい、山で初日聞いた時オオカミって聞いてたんですけど、そうです。なんかこう山にキャンプ行った時にキツネさんに出会いましたみたいな感じらしいので。なるほど、それでお願いします。了解です。はい、オオカミはちょっと怖いですもんね。うん、キツネです。はい、尻尾もあります。はい、じゃあこれであのどん兵衛食ってください。どん兵衛お願いします。では以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。来年。はい、おはようございます。ブース名言うてください。プロジェクトナビです。はい、自己紹介お願いします。スモさんです。はい、では、ここはゲームのね、車のゲームをやってるということなので、はい、5月30日リリース予定。はい、5月30日リリース予定です。はい、タイトルが、タイトルは、タイトルは双子うさぎのご近所ツーリズムです。はい、では実際ちょっとプレイができるということなので、プレイをやってもらいましょう。やってみましょう。お願いします。プレイするのはちなみに初めてですか？何回かやったことあります。やってました。ちなみにハードは何で出るんですか？ハード？スイッチです。スイッチで出るんですね。スイッチ、はい、出てます。オート、こっちでしょうかな。はい、どこでもいいよ。ここにします。あれ落ちた。ジャンプ仕方わからないです。あ、そうなの。ジャンプするんだね、これ。そう、ジャンプする。これなんか縦スクロールと横スクロールがあるんですね。あ、そうなんですよ。縦と横があって、はい、もうジャンプした。ジャンプしました。こうやってコインも集めることもできます。はい、ジャンプ。あ、これぶつかっちゃうと何、ゲージがあるとね、ゲージが減っちゃいます。体力ゲージがあるんですね。ちなみにもうゲームオーバーになりそうですね。早っ。あ、落ちちゃった。あ、カメラの電池が切れる。え、やばくないですか？一応電池交換は持ってるけど。あ、ゲームオーバーになりました。すいません、下手くそで。はい、待てな感じでね。はい、5月30日に出るということで、結構難しいのでプレイしてみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。横田さん結構いけない気がする。はい、一人目がすぐ死んじゃったのでバトンタッチでやってます。お名前をどうぞ。沢口彩香です。はい、目が追いつかない。やばいやばい、ね、めっちゃ衝突に起こった。めっちゃ衝突に起こった。下手くそすぎる。もうゲージがちょっとしかないですよ。出ますよ。やばい。さっきより早くないですか？さっきより早いと思います。まあそれはそれでいい。ありがとうございます。ということで皆さん、あの
立ってプレイしてみてください、はい、やってみてください、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、以上でございます。今回可能な限り、紹介できるブースを回って、紹介させていただきました。ものによって応答メッセ大阪の方ですね、でも出展するブースもありますので、皆さんよかったらそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画で会いましょう。シュルでした。バイバイ。